ここはね、古出神社っていうの。多分見晴らしが一番いいところかな。ここの場所、よく覚えといてね。もうすぐここでお祭りがあるんだから。へえ、祭りにしちゃちょっと早いシーズンだよな。渡流しは夏祭りじゃなくてね、昔は冬の終わりを喜ぶお祭りだったらしいよ。さて、弁当を広げてっと。こんにちはです。騒がしいから来てみれば、これは何ですの？見りゃわかるだろ。これからランチタイムだ。ビュッフェスタイルだ。レダの手作り弁当に舌鼓だ。そんなの見ればわかるでございますわ。どうして人様の庭でござなんか広げてますの？神社は公共の場所だぞ。勝手に独占するな。圭一の言う通りですよ。みんなのお庭にしますです。ふぅ、やっぱりリカちゃんはいい子だな。座りな、そこ一緒に食べよう。ちょっとお待ちなさいな。私はどこに座ればいいんですの？お前に座る場所はないし、食べる分もない。大丈夫だよ、さとこちゃんの分もちゃんとあるから。ない、さとこの分も俺がいただく。才能あるのかもしれない。はい、お皿。みーちゃんもリカちゃんも。僕たちも頑張らないとなくなってしまうです。そうだね。よし、参戦と行くかな。いっぱい食べてね。ちゃんとみんなの分あるから。肘は反則だろう、さとこ。襟首をつかむのも反則でございます。あー、最後のミートボール。校長、さとこ、破れたり。日本語ってやつはさ、どうしてこう味に対する賛辞が少ないんだろうな。食事中の段々って考えが、そもそも近代に入ってからだからじゃない？昔の人は無言で食事を済ませたそうだし、作る人もちょっぴり寂しかったろうね。きっと昔の人は食べるのに忙しくて味を褒める暇もなかったのですわ。しいの一言だけでも嬉しいよ。苦労の甲斐があったかなって。美味しいです。
か？あうりかちゃん、お持ち帰りじゃなくて、ありがとう。本当に美味しかったですよ。なんだよ、さとこ、その挑戦的な目は。皆さんにはレナさんのリンゴを獲得できるだけのサンジが用意できまして。強気じゃんよ。ゴキャ品のあんたにどんなサンジが思いつくっての？ではご覧あそばせ。さとこ、それで勝てたつもりとはね。あんたらの底の浅い技とはわけが違うものを見せてあげようじゃない？それは頼もしいぜ、ミオ。それはどんな技なんだ？やるのはケイちゃん。はぁ？見せてもらおうではございませんか。戸島のあがきを。ありがとう、レナ。とっても美味しかったよ。こんなに美味しい弁当を食べたのは、率直に言うと、生まれて初めてだ。え？素材の旨味が噛み締めるごとに口の中いっぱいに広がっていく。だがそれ以上に、食べるものの胸を満たすのは、おかずの一つずつに込められたレナの愛情だ。レナが心を込めて作ったことが、とってもよくわかるよ。あ、うん。実はね、これほとんど冷凍ものなの。これが冷凍？ごめんね。レナいっぱい作ろうと思ってたんだけど、全部手作りしてる時間がなくて。冷凍かどうかなんて一切関係なし、全く問題なし、ノープロブレムだ。レナ、大事なのは真心だ。料理の味は心で決まる。真心がしっかりと込められていれば、冷凍だってなんだってどんな一流シェフにもかなわないくらいに美味しい料理ができるんだよ。どんなに高級な食材を使おうと、どんなにすごいテクニックがあろうと、この弁当にはかなわない。俺は断言できる。誰もレナにはかなわない。なぜなら
この弁当以上に真心を込めることなど他の誰にもできないからだ。もちろん味付けや盛り付けの完璧なまでのセンス、確かな味覚によって構成されたバラエティ豊かな品目のバランスが大事なのは言うまでもない。だがそんなものはあって当たり前。レナほどのレベルのものにそんな問題を口にするなど野暮の中の野暮、己の恥をさらけ出すようなもの。ではそんじょそこいらの弁当との決定的な違いは何か。作る人間の人柄だ。レナの人柄が最高の料理を作るためになくてはならないスパイス、エッセンス。知らずににじみ出てしまう優しい人柄が食べる者の胸を温かい気持ちで満たすのだ。そんなすごい料理を作れるのはレナを置いて他にない。だからさ、だからレナは絶対にいいお嫁さんになるよ。え、お嫁さんって誰のだろう、太郎。
なに、ケイちゃん。また明日ね。ミオ、今日はありがとな。楽しかったぜ。また明日ね。ケイチ君も今日は付き合ってくれてありがとう。楽しかった？ああ、楽しかった。まだ家に帰るのが惜しいくらいだぜ。あ、じゃあさ、ちょっとだけ寄り道してもいいかな、かな。寄り道？遠いのか？ちょっと歩くけど、すぐ済むから。久しぶりって、レナの用はあのゴミの山かよ。ゴミじゃないよ。レナにとっては宝の山だもん。待てよ、今行くから。あっとたたた。いいよ、ケイチ君はそこにいて、すぐ済むから。転ぶなよ。足元に気をつけろよ。大丈夫だよ、大丈夫。全然平気。驚いたのはこっちですよ。ごめんごめん、驚かすつもりはなかったんだ。君は雛見沢の人かい？僕は富武、フリーのカメラマンさ。雛見沢にはたまに来るんだ。写真ってのは被写体に断ってから撮るのが礼儀なんじゃないですかね。ごめんごめん、メインは野鳥の撮影でね、断った試しがないんだよ。いやいや、夕闇に黄昏る少年があまりにも絵になっていたんでね、本人の許可を取らずにファインダーを覗いたことを謝り、さあね、昔起こった殺人事件の死体でも探してるんじゃないですか。
嫌な事件だったね。まだ見つかってないんだろ。ケイチ君お待たせ。待ったかな、かな。馬に蹴られる前に退散するかな。驚かせてすまなかったね、ケイチ君。ケイチ君、怒ってる？どうしてだろう、だろう。どうだった？掘り出し物は見つかったか？うん、聞いて聞いて。あのね、あったの。ランディ君人形。ランディ君人形ってあれか、ファーストフードの店の前に必ず置いてあるあの等身大人形の？そう、ランディ君。かわいい。お持ち帰りしたい。あれはゴミだろ。お持ち帰りしたきゃしてもいいんだぜ。他の山の下敷きになってるの。簡単には掘り出せないし、あそこ明かりがないからすぐ暗くなっちゃうし。俺も手伝ってやるよ。今日のうまかった弁当の恩返しってことでさ。なあ、レナ、あそこで昔、なんかあったのか？ダムの工事をやってたんだってね。詳しく知らないけど、例えばさ、工事中になんかあったとか、事故とか。知らない。実はね、去年までよそに住んでたの。え、レナも転校生だったのか？俺はてっきり。だからね、それ以前のことはよく知らないの。ごめんね。
ランディ君人形？ああ、そりゃレナの壺だわな。レナがサトコやリカちゃんをお持ち帰りしたくなるのはわかる。だが、ランディ君人形だけは理解できないぞ。あんなメガネ親父のどこがいいんだ。そりゃレナに直接聞けばいいじゃん。どうせ、だって会員だもんしか言わないだろうけどさ。レナはよくあそこ、工事現場のとこへ宝探しに行くのか。ちょくちょく見に行くって言ってましたです。しかし年頃の女の子がゴミ漁りね。レナが楽しいならいいんだと思いますです。あそこはなんだよ、ダムの工事現場だったのか。何年か前に中止になっちゃったけどね。みんなで力を合わせて戦いましたです。そうそう、何しろとんでもない話だったんだよ。ひなみざわが丸ごとダム湖に沈むことに一方的になってさ。ごめんねごめんね、待たせちゃったかな。申し訳ありませんわね、ケイチさん。お化粧直しに時間をかけちゃいまして。さあ、とこ便所には溜めてから行け。一気に出せて楽で早いぞ。キャッ、花も恥じらう乙女になんて口の利き方。今日は快速にのっとり、部員の諸君に是非を問いたい。彼、前原圭一君を新たな部員として我らの部活動に加えたいのだが、いかがだろうか。レナは異議なし。人民風情が私の相手を務められるかしら。僕も佐藤子も賛成しますですよ。全会一致おめでとう、前原圭一君。君に栄えある我が部への入部試験を許可する。順を追って説明しろ。俺はまだ入るとは言ってないぞ。何の部活だ。我が部はだな、複雑化する社会に対応するため活動ごとに提案される様々な条件か、時には順境、あるいは逆境からいかにして。レナは弱いからいじめないでほしいな。仲良くやろうね。レナは甘えてますわ。弱い者は食い尽くされるのが世の常でございますわ。つまりみんなでゲームして遊ぶ部活なのです。遊びみたいなレベルじゃないからね。一生いっぱいに命がかかってるくらい本気でかかった方がいい。楽しくやれればいいじゃないか。そう凄むなよ。快速第一条、狙うのは1位のみ。遊びだからなんていういい加減なプレーは許さない。快速第二条、そのためにはあらゆる努力をすることが義務付けられておりますのよ。もちろん僕も頑張りますです。レナも弱いけどね、精一杯頑張ってるの。よし、俺も本気でやってやるぜ。ケイちゃんに一応忠告ね、レナも結構えげつないからね。
難しいゲームはケイちゃんだけに不利だからね。今日は誰にでも分かるゲームにしよう。スタンダードにトランプの時事抜きはどう？よし、受けてやるぜ。やっぱり罰ゲームがないと思えないよね。今回はビリに顔面落書きの件、どう？油性じゃないよね、油性じゃないよね。上等でございますわ。じゃあカード切ってみんなに配るね。じゃあ1枚抜くね。ま、終盤になればおのずとわかるし、最初はどうしようもないよな。このトランプ結構傷物だろ。まさかみんなにはその傷でそこに伏せたカードが分かってる？快速第二条ですわ。ケイチさんも勝つために最善の努力をなさいませ。いくつかのカードは特徴的だからケイチ君にもすぐ覚えられるよ。上等だぜ。この程度でハンデになると思うなよ。ケイちゃんの手札を右から言うぜ。3、4、9、ジャック、クイーン。グワー！ちなみに、ジジはダイヤの J なのです。うわー！どうカードを入れ替えたって見え見えですわ。上がりですな。グワー！こいつらは鬼だ。レナは鬼じゃないよな。ごめんね、ケイチ君。こっちがハートの3だよね。アーガリ。おわポイントは減点制ね。着順がそのままマイナス点。トータルで一番少ない人が優勝。ではケイチはビリなので5です。やっぱりさ、綺麗なトランプでやらないとケイチ君に不公平だよ。いいのいいの、ケイちゃんだと男だし、これくらいの逆境は跳ね返せるよね。枕を濡らすのがお似合いでございますことよ。ファイト、オーです。
欲しいのは7なんだが、これかな。さーて、どうかしら。聞いてみないとわかりませんことよ。見えた！これだ！ほら、ケイちゃん隠さない。この傷が確かダイヤの2だったよね。あれ、あー、みーちゃんがカード間違えるなんて珍しいね。違う、ケイちゃん、あんた、まさか。言うですの？あ、味な真似をするでございますわ。ケイチ、一矢報いましたです。やったね、ケイチくん。大戦線だよ、だよ。まあ、ビリは確定だけどさ、最後にミオンから1本取れたから大満足かな。この回、仮にケイちゃんが1着になってもトータルビリが確定するんだけど、嫌でしょ。当たり前だ。一騎打ちしようよ、ワンチャンス。勝てたらケイちゃん1位で、あたしビリの大逆転なんてどう？乗るでしょ。ワンチャンスだと？ルールを説明しろ。右手のカードと左手のカード、どっちがジョーカーか当てたらケイちゃんの勝ち。今後ろに回したとき、ジョーカーを抜いたってことはないだろうな。ケイちゃんが負けたら、反対の手のカードも公開するよ。それならオッケーでしょ。よし、乗ってやる。どっちだろう。ケイチくん、慎重にね。ああ、もちろんだぜ。逆転の大チャンスだ。あのカードは？ケイちゃんは右のカードを疑ってる。じゃあ右にする？右。さすがミオンだよ。え、ケイチさんは何を言ってるのでございましょう。だって左、
ケイちゃんはどうして右がジョーカーじゃないって確信できるの？右のカードが何かは俺にもわからないさ。だが左のカードがクローバーの7だってことだけはわかる。じゃあ残る右のカードがジョーカーなのじゃありませんかと？必ず左右どっちかがジョーカーの約束でしょ？ああ、左右のどっちかにジョーカーがあるのは本当だろうな。ケイチは勘がいいです。ん？リカちゃん、それってどういう…つまりさ、クローバーの7はさっき俺がサトコのスペードの7と合わせて捨てたカードなんだよ。つまりミオンは捨て札を1枚拾って左のカードに重ねている。つまり！そうか、わかった。左のカードをクローバーの7に見せかけているんだね。ジョーカーは左手だ！初代部長として私も様々なプレイングを見てきたけど、ケイちゃん、あんたはベストだよ。ベストオブザベストオブザベスト。なんだよ、レナ。別に俺はインチキしてないだろ。先生、堂々と。リカは慰めるときにしか頭を撫でませんの。ケイチ君、こんなことって。ケイちゃんならさ、ここまで読んでくれると思ってたよ。賭けだった。ケイちゃんがおてんばさんの早とちりだったなら、負けてたのは私だった。ケイちゃんはさ、この負けを誇っていいよ。部長、園崎ミオンの名において、前原圭一、あんたの我が部への入部を許可する。これにて決着。本日の優勝は私、園崎ミオン。栄えあるビリは前原圭一。後ろ手で細工したとき、またやるんだって思ってドキドキしちゃった。ケイチさんが正解に触れる直前で止まったときに若かったって思いましたわ。見事に引っかかってくれましたです。楽しくなるようにみんなで盛り上げましたですよ。お前らみんな鬼だ！人手なし！さて、ケイちゃんに罰ゲームだね。今日は部活の初日だしね。ソフトに行こうかね。いきなり登校拒否になられちゃ困るし。
やめろ。連中もまさかレナに感謝されてるとは夢にも思わないだろうね。あそこさ、ダムの工事現場なんかあったんだろ昔。そりゃあったよ、戦いが。座り込みやったりデモをやったり。自分たちの土地がダム湖に沈むんだもんな。俺だって戦うだろうな。役人どもは本当に一方的だった。偉そうで威張ってた。金で解決できないと悟るとあらゆる嫌がらせをしてきたんだよ。いやらしい奴らだった。よく勝てたな。相手は国だろ。村長や村の有力者たちがね、方々に陳情した。東京にも行ったし、いろんな政治家に根回しもした。そうしてるうちに計画は撤回されたんだよ。私たちの完全勝利だった。暴力沙汰とかにはならなかったのか。傷害事件とか殺人なかった。ちゃん、それ、うちに帰るまで消しちゃダメだからね。わかってるよ、消さねえよ。またアイデアに詰まったわけ。今回は締め切りが重なったからね。お父さん、充電期間がないと大変だから。家の中をうろうろしないで表に散歩でも行った方がアイデアが出るんじゃねえの。今回は生活空間がテーマだから。お父さん、この家をモチーフにしたいみたい。ケイチ、部屋の中を少しは片付けなさい。みっともないぞ。ごめん、後で片付けるよ。ケイチ、お夕飯までまだ時間があるから、表でも散歩してらっしゃい。じゃあそうするかな。
次の部活の時に恩返ししてもらえるかもしれないしな。よー、レナ、精が出ますな。ケイチくん、どうしたの？こんなところへ。事故発生の緊急通報を受け参上しました。負傷者はどこでありますか？事故って、ランディくん人形がゴミ山に生き埋めになっているとの通報でしたが。なんだ、びっくりした。ケイチ君、脅かさないでよ。冗談だよ。レナが一人で困ってるだろうなって思ってさ、手伝いに来てやったんだよ。冗談だよ。こっちまで恥ずかしくなるだろう。冗談ってどこからだろう、どこからだろう。ほれ、どいたどいた。で、どこだよ、ランディ君は。ごめん。ほら、この隙間から見える？こりゃ、本当に生き埋めだな。山を一人でどけるつもりだったのか？その細い腕で。でもランディ君人形可愛いだもん。お店のランディ君には鎖がついてるけど、これならお持ち帰りできる。どいてろよ、俺がやる。ケイチ君、レナも手伝えるよ。手伝わせて。帰って邪魔になるから下がってろって。よいしょ。やるなら斧とかノコギリとかがいるかもしれねえな。もういいよケイチ君、すごい汗だよ。そんな無理しなくてもいいよ。レナのためにやってるだけだ、気にするな。さすがに休憩、こいつは手ごわいぜ。ごめんね、ごめんね、すごい汗だく。あのさ、ちょっとここで休んでてね。
家近いから麦茶とか持ってきてあげる